挑戦するのはオリジナルお弁当作りです。イエーイ、お弁当、お弁当、はい、ありがとうございます。皆さん、あのお料理は得意でございますか？お料理はする？しません。菊池とかね、あんましなさそう。ハルゴは、ね、はるかは結構するかもしれない。え、何作るの？ハンバーグとか。あれ、すごい。でもお弁当の具材となると、あ、そうだよね、また違うもんね。ちょっと違うんだよ。眉はあんの？ないね、あんま作んない。なんか、うん、長そう、うん、え、お母さんのお手伝いはしないか。しない、あ、しなさそう。片方え、ラブタンは？私結構しますよ。なんか最近お菓子作りにハマってまして、ホットケーキパンを作ったり、ホットケーキ作ったりしてます。なっちゃんは？なっちゃんはお菓子しか作んない。あ、逆に。でもお菓子うまいよね。美味しい、なっちゃんの、ね、料理ってなるとちょっとどうだろうって感じ。緊張、ね、やばいね、この個人で頑張ってください。はい、頑張ります。お買い物に行く前にですね、はい、ちょっとお弁当の具材の図を書いてほしい。予想図みたいな、はいはい、あ、じゃあみんなこんなの作りますよっていうのね、はい、ごめんなさい。おにぎりもある。おにぎりを作るんですか？そう、おにぎり作るよ。はるかもおにぎり作るよ。やっぱなんかお弁当って言ったらおにぎりってイメージがある、うん、お弁当箱書かなきゃ。お弁当箱ってどうやって書く？なんかいろんな形あるよね、今、うん。菊池のはね、うん、なんか長細いオレンジの、はるかは赤いお弁当箱。でっかく書くね、見やすいように。うん、こんなでかくないからね、本当は。まゆ、なんでお弁当箱にそんな凝ってんの？箱の方に素晴らしい。絵となるとね、本気になっちゃうからさ、うん、こっちがはるかの弁当、こっちがはる、あの設定ではね。設定？彼氏の分。昨日卵焼きの練習した。ね、ラブタン、これ何？うん、卵焼き。めっちゃご飯、あのお弁当の大きさに対してめっちゃちっちゃくない？まゆ見て。本当だ。これ DVD だとさ、うん、5分経過みたいになっちゃうのかな。できた、まゆ。あと1個。じゃあ、3、2、はい、いい、できた、できました。カルボンもできた。じゃあまず、菊池から紹介してください。はい、いきます。タイトルはスマイル弁当です。ピクニックのイメージ、うん、で、なぜこの名前にしたかというと、食べたら元気が出るっていうか、うん、笑顔になっちゃうよみたいな。じゃあ美味しくなきゃダメですよ。ね、だから気合い入れて頑張りたいと思います。一番こだわってるところは、ちょっとね、この一番下のお弁当、うん、二段弁当の下で、うんうんうん、ちょっとね、うん、あの卵のそぼろみたいなやつでこうやってスマイルって、そう、文字をすごいねやろうかなって思って。お弁当はオレンジってこと？そう、オレンジで。お、いいね、元気で頑張ります。頑張って、いいね、はい、じゃあ続いてハルゴン。はい、お願いします。元気の出るお弁当で、うんと、うんと、初めてのデートで、うん、彼氏と丘にピクニック。ちょっと有名ですからの、からのお弁当。お、はい、ということで、ですね、あのこの弁当箱には、うん、ピクニックだから、うん、その場で捨てれるように紙で、あ、で、おにぎりもそのラップだから捨てれるみたいな感じで、うん、で、あと元気の出るお弁当ということで、ちょっとお肉、うん、がっつりした感じで、あの唐揚げとか、うん、あのなんていうの、このやつとか、肉巻きさん、ウインナーとか、これとかで、これ何それ、紫肉詰め、肉詰め、ナスの肉詰めとかで、うん、ね、まあ、肉も取りつつでも栄養を考えて、野菜サラダとか、ね、ハルゴン、その茶色の地図みたいなの何？これ唐揚げです。唐揚げか、唐揚げ、ね、唐揚げで、こっちにブロッコリーとカリフラワー、トマト、うん、で、まあ、これにもアスパラとかパプリカが入ってたりとか、ちょっと体を使って元気にまた丘で遊べるようなお弁当になってます。いいね、爽やかですね。じゃあ次はまゆゆ。はい、タイトルは手作り弁当いただき、まゆゆ。はい、ハートがなんか、そう、垂れてる、垂れてる、ちょっと黒くなっちゃう。インクが多かったってことで、はい、まずご飯は、これは
タイトルのようにいただきまゆゆを、うん、海苔を切って、それをね、飾りつけ、難しいよ、でも大丈夫、私の腕にかかればどんなもんじゃいってことね、まあ、こうなりまして、うん、おかずはチキンのソテーからのスクランブルエッグからの、なんか葉っぱ葉っぱからのきんぴらごぼうからのポテトサラダ、じゃあそういうことで、はい、美味しく作れるように頑張ってください、はい、アイラブタン、はい、私はですね、じゃーん、顔たまには弁当作ってこいよ、好きな男の子になんかまあお昼休みに教室に来るわけですよ、うん、まあセリフはあいか、お弁当持ってくるの忘れたって言われるんですね。それで、まあその人はいつも忘れてるんですよ。いつも忘れてるの。忘れてて、だからいつものように、私は自分のお弁当とその好きな彼のお弁当を持ってきてるけど、たまには自分で弁当作ってこいよと。おー、凝ってるね。まさに青春な感じだね。それ、いいね。で、そのさ、あのハートは多分そぼろっぽいじゃん、うん、卵の周りについてるオレンジっぽいのは何この点々、うん、あ、これ焦げ目焦げ目、あちょっと、あ、卵の焦げ目焦がしちゃったよ、なんかちょっと時間余ったからちょっと書いといた、あこれの後にちょっと書いてみて、はい、雑だね、あれこれはこの2って何ですか、これちょっと煮物、あまだ未定なんですけど、ま、何の煮物か、煮物的なものが入るよって、これはなんかチャクラでんぷんとかいや、これはあの本当はもうちょっと大きく書こうと思ったんだけど、うん、ちっちゃすぎてちょっとスペース余っちゃったから、うん、後でみたいな、後で ちゃんと埋まりますよ、うん、みたいな、で、ね、フルーツはイチゴです、イエーイ、じゃあ最後になっちゃう、最後になっちゃう、せーの、じゃーん、うまっ、うまいね、放課後の部活も頑張れるぞ弁当です、これは初めての彼氏にお弁当作ってきてよで一緒にお昼休み食べようみたいな言われて、じゃあ作ってくるねって言って作っていくみたいな、緊張しますね、緊張しますね、だからなんかつきそう、そう、でも内容的には私が作ってきてほしいもの、私がお母さんにお弁当入れてもらったら嬉しいものばっかにしたの、例えばあのタコさんウインナーって入ってるとちょっと嬉しくない？嬉しい、嬉しい、あ、卵焼きはもう毎回でも食べたいぐらいじゃん、うん、あとあのねアボカドが好きだから、うん、そのアボカドとエビのサラダと、うん、あとそのハルゴンとなんかかぶっちゃったけど、うん、アスパラと、あ、これ肉じゃないから大丈夫、あ、そうなの、ベーコンだからそう、ということで肉巻きとあとウサちゃんリンゴ、いつも持ってきてない？そう、ね、リンゴ、ね、でもウサちゃんに切ってあるかないかだけでだいぶ違くない、自分でできる、だいぶ違うね、そう、かわいいって思うから、かわいいっていうね、美味しそう、好きなものてんこ盛りな、うん、お店、はい、魅力満点、できた、うん、できた、まあ、みんな完成したね、はい、図のようにね上手に作れるといいですね、そうですね、はい、では早速お買い物に行くぞ、あー、ブロッコリー、待ってよ、あ、ね、ナスあるよ、ハルゴン、ナス、ナス言ってたよ、ナスって何でもいいよ、ナスって美味しそうなの、どれ、あ、マユさ、ポテトサラダとかもうこれでいいじゃん、とりあえず買っといて、失敗したらこれを入れるありえないで、あと何、ナスとブロッコリーも買わなきゃ、じゃあナス買うね、でもナスこんなに使わないのにもったいないよ、いいんですか、じゃがいも、どれが美味しそうかな、一個で足りるかな、あ、肉詰めだから、なっちゃんね、このね、エビをね、入れてるよね、あの、アボカドとエビのサラダを作りたいの、だからこれ煮て買います、あ、卵あるよ、卵どれにしよう、
地獄って一番何がいいんですかね。高い方がいいですか。ね、こっちの方が美味しそうですよ。あ、フルーツ、フルーツ、フルーツ。何が違うの、このジャガイモ。メイクインって何。メイクインは、うん、でも、これ、なんだろうね。あ、はい。あ、何買ったの、え、いちごホップ。違う、紅ホップ。じゃがいも。あった。ちょ、かわいい。ポテトサラダって、なんだ。ポテトサラダってなんだ。あ、これだ、これだ、これ見ればいい。材料、じゃがいも、パン粉、体調、ドレッシング。なんこれ、かぼちゃ。なんだこれ。あ、玉ねぎ。じゃ、きゅうり。あ、あ、そうだ、きゅうりだ。さあ、買い物が終了しました。イエーイ。さなみさんのそんなごぼうは、はい、ピラの、そうです、スキンケアごぼうに使うごぼうなんですけど、なごちゃん、下げてもらっていいですか。あ、もうテンション上がっちゃう。だから下げてもらってもいいですか。みんなちゃんと買えた。買えました。なんかね、一人でスーパーあんま来ないからあれだったよね。難しく。じゃあそろそろクッキングスタートということで、はい、現場に向かいましょう。